元橋最子は日本の女子プロバスケットボール選手である東京羽田ビッキーズ所属身長164センチメートル埼玉県朝霞市出身朝霞市立朝霞第六小学校在学中の7歳の時に姉と一緒に地元のクラブチームである朝霞大ユニオンズに入団してバスケットボールを始めるその後四季市立目中学校を経て 東京都の明星学園高等学校に進学する。明星学園時代には3年生の時に平成23年度全国高等学校総合体育大会に出場、準決勝で宮沢祐希がエースとして君臨していた神奈川県立金沢総合高等学校と対戦して終盤までリードしながら逆転巻き起きして3位という成績を収めている。2012年に 早稲田大学スポーツ科学部に進学。もともとは高校でバスケットボールを辞めるつもりだったが、高校で学んだことを生かそうと考えて進学を決めたという。大学時代は2014年からレギュラーのポイントガードに定着し、その年の全日本大学バスケットボール選手権大会において優勝を果たし、元橋も優秀選手賞とアシスト王に輝いた。 同じ2014年の関東大学女子バスケットボールリーグ戦線では、早稲田大学の初優勝の立役者の一人ともなった。2015年の大学4年時には首相に任命されたが、シーズン前に右膝前十字断裂の故障を負い、手術を受けたことで、ほとんどの試合に出ることができなかったが、粘り強いリハビリテーションを経て2015関東。 大学女子リーグ戦の終盤に復帰して、早稲田大学のリーグ戦連覇に花を添えた。元橋は大学卒業後、バスケットボールから引退して、普通の会社員になるつもりでいたが、膝の故障と長いリハビリテーションなどで、バスケができないことが寂しいと思い、このまま終われないと考えたところに、東京羽田ビッキーズから入団の誘いを受けて、プロのバスケットボール選手として、 プレーを続けることを決意し、2016年に、ビッキーズに入団。2018年4月、24歳にして、バスケットボール女子日本代表に初選出される。代表デビュー戦となった同年6月8日の三井、不動産カップ、台湾戦で、約16分の出場で12アシストと、活躍。 続く8月の三井不動産カップカナダ戦では15得点を上げるなどの活躍で名を上げた。同年の2018年フィバ女子バスケットボールワールドカップ日本代表に選出され全試合でスターターとして出場した。企業チームではないクラブチーム所属の選手が日本代表に選ばれたのは W リーグ史上初。また2018年7月1日付で。 ANA エアポートサービス株式会社に入社した。2019年も日本代表に選出され、アジアカップに出場。決勝戦の中国戦では24得点8、アシストを記録し、日本の大会4連覇に貢献。前5試合出場で1試合平均17.0得点、5.0アシストは1位で、MVP、得点王、アシスト王、オールスター5を受賞した。 2020年11月、右膝前十字人体を損傷。手術を受けて、リハビリに励んだ。2021年代表合宿開始時点では、練習に参加できなかったが、逸話直前の国際強化試合で、試合復帰し、東京オリンピックに出場、銀メダルを獲得した。ありがとうございます。